あなたの事件当夜のアリバイはなくなってしまうのです。ふむ、なんだってなんだって。証人、何か言うことは？むむ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 む。よし、これで解決だ。なるほどくん、まだ早いみたいだよ、ガッツポーズ。え？く、どいつもこいつも信念ってやつがね。信念ですか？昨日満場一致でこいつを怪人だと決めつけたばかりだぜ。それを今日は殺人者呼ばわり。浮気が過ぎるんじゃねえか？確かに。いやいや、そこで納得しないでください。欲しいだけアイガがブス島黒兵衛を殺害した？じゃあ聞こうじゃねえか、一体その理由は何だ？くまっことその通りですな。動機ですよ、動機。ムービングマシーン。なるほどくん、なんか元気を取り戻してるよ。偽のアリバイを用意して、その罪を甘すぎ優作に着せた。そこまでの計画犯罪ならば、確かに強い動機が必要です。そいつを持ち合わせていたのは、被告人甘すぎ優作の方だぜ。そうだよな、探偵さんよ。さよう。名探偵の調査によっても、その若者の動機は明白。動機のないところに今回の殺人事件は起こりえなかった。動機について、あなたの知っていることを証言するように。かたじけないご老人、何としても疑いの目を優作君に向けるつもりか。こっちも情報が足りない、チャンスかもしれないな。ああ、動機を聞けるんだ。ブス島殺害の動機。この愛が被害者との接点は全くありませぬぞ。ブス島氏は怪人を調べていて、その正体を取り違えたのです。脅迫状はブス島氏が書いたもので、甘杉優作に当てられたもの。被害者は以前甘杉優作に裏切られた恨みがあったのです。ただ被告人自身も自分を仮面マスクだと思い込んでいた。だから彼はブス島氏を殺害した。まさに悲劇ですな。被害者のブス島氏が被告人を脅迫していた？こいつが奴の部屋から発見された脅迫状だ。筆跡鑑定の結果、ブス島本人が書いたものと確認されたぜ。そうなのか。はあ、脅迫状のデータを書き直した。それではなるほど君、尋問お願いします。ちょっと脅迫状を見てみようか。脅迫状、はい。500万円用意しろって言ったのはブス島だってこと？待って、貴様の正体を世間に公表されたくなければ500万円を用意しろ。9月12日の午前1時、KBKB 社長室で待っている。金がなければ先日お前が手に入れた赤ダイヤを処分することだ。この脅迫状さ、甘すぎに送られたんじゃなくて、あれじゃない？なんだっけ、こいつの名前、ど忘れした。アイガに送られたものじゃない？赤い宝石って言ってるもんな。とりあえず全部揺さぶってくね。誰がそれを証明してくれるんですか？俺たちだぜ。ブス島黒兵衛および KBKB と欲しいだけアイガの間には何の接点も発見できなかった。捜査本部の公式報告だぜ。ふむ、探偵と警備会社ですから仕事上のつながりなどは？ねえ。一蹴されました。さよう。動機があるのは被告人の方なのですよ。取り違えていた？履き違えていた
と言ってもよろしい。いやいや、そういうことじゃありません。一体誰と取り違えていたというのですか。考えるまでもありますまい。甘すぎ優作です。嫌味なほどに自信たっぷりだな。さらに揺さぶる。やってみようか。被害者はどうして優作くんが怪人だと思ったのでしょう。あなたも分かっているはずではないですかな。ズバーリ、このニュースペーパーですよ。ああ、ほう、これがエマノンの涙ですか。美しい宝石ですな。写真には美しい探偵も写っておりますな、ご老人。そして醜い警備員、被告人の姿が。被告人。この記事を読んだ被害者はズバーリ勘違いしたというわけなのですよ。怪人の正体はこの醜い警備員だと。ふむ、なるほどね。珍しく普通の推理だったね。この脅迫状ですか。500万円を用意しろと書かれていますな。筆跡は間違いなく被害者のものなんですか。間違いねえぜ、鑑識課の報告だからな。しかしこの脅迫状、宛名が書いておりませんな。宛名が。こいつは天杉優作の部屋から発見された。そして実際指定の日時、天杉は取引場所に現れている。宛名なんか関係ねえぜ。本当にそうなんだろうか。どうしたの、なるほどくん。ふと思ったんだよ。あの脅迫状が優作くんに宛てたものじゃなかったら。え、そんな証拠があるの。この脅迫状、どこか不自然なところがある。どうもそんな気がするんだよな。よろしいですかな、皆々様方。それはどういう意味ですか。あなたも分かっているはずではないですかな。ズバーリ。 KBKB っていろんな会社のセキュリティの情報が集まるし、僕一応警備チームの隊長だったから、会社からデータを盗んじゃったんです。いや、なんでこの情報をお前が知ってんのっていう話だよね。仮面マスクとして裁判受けてたんだろ。ブス島社長は天杉優作を許していなかった。だから怪人として罪を重ねるのを知りながら脅迫を。ここに KBKB の社長室から発見されたファイルがある。脅迫によって金を受け取っていた証拠だぜ。しかし変ではないですか。被告人はなぜ黙ってお金を払ったのでしょう。自分が怪人でもないのに。そこにはやや不幸な巡り合わせがあったのですよ。あの、本気でそんな主張が通ると思ってるんですか。何も、これは我が推理というわけではないのですよ。どういうことですか。ここに天杉優作の妻、天杉マレカの調書がある。優作くん、自分を怪人だと思い込んでいるの。かわいそうでしょ、許してあげてよ。くっ、どうだ、なるほど。ぐっ、彼女のモノマネか、今の。思ったより似てたね。しかし、それはあなたの想像に過ぎない。やーれ、弁護士殿。想像、違いますぞ。これは推理なのです。綿密なロジックの集合体。その推理とやらを聞かせていただけますかな。話すと長くなるので、またの機会に。ふむー、じゃあいいです。話すと長いことって実は意外とそうでもないんだよな。実際に話してみると、仏島社長と愛賀探偵を強引に結びつけるんだよね。そうだね、できれば強引じゃなく。そうなるとやっぱり話題は脅迫だよね。確かにね。脅迫状、
本当に優作くんに当てられたものかな。情報が足りなかったらとりあえずガクガク揺さぶってみようよ。そしてガツンと叩きつけてやるんだ、矛盾を。あ、とりあえずまたちょっとセーブするね。はい。で、取り違えたのです。ここもう一回揺さぶったらなんか変わんないかな。アテナの話ね。本当にそうなんだろうか。変わらんか。脅迫状自身を突きつけなきゃいけないかな。はい、じゃあ突きつけてみようか。ちょっといいですか、愛が探偵。む、ちょっとならば問題ないでしょう。この脅迫状、甘すぎ優作に当てられたものと考えると、一つ大きな矛盾が生まれるんですよ。矛盾が？存在自体が矛盾みたいなあんたがよく言うぜ。ひどくないそれ。どっちがだ。こういう時、男は拳で語るもんだ。見せてもらおうじゃねえか、あんたの拳を。では、提示してもらいましょう。脅迫状の内容と矛盾する拳、証拠品を。は？どういうこと？赤ダイヤでしょ？あー、わかった。新聞記事には、青いのにっていう話かな。新聞記事を突きつけりゃいいか。この新聞記事をよく見てください。エマノンの涙、盗まれた宝石の写真があります。それがどうかしましたか。問題はこの宝石の色です。色？苦手な話題だぜ。記事によれば盗まれた宝石の色は青です。しかし脅迫状にはこう書かれている。先日手に入れた赤ダイヤを処分することだ。あ、赤。つまり脅迫状に書かれた赤ダイヤとは仮面マスクの盗み出したエマノンの涙ではなかった。じゃあ何か。なるほど。この脅迫状は別の人間に宛てて書かれた。あんたそういうつもりなのか。言うつもりなのですか。言うつもりなの。なるほどくん、なんでよ。その通り。ブス島社長が脅迫していたのはこの人物だったのです。愛がだね。もちろんあなたですよ、愛が探偵。何か根拠でもあるのですかな。あなたは仮面マスクの事件には全て関わっている。そして前回の事件では獲物を取り戻しました。そしてその際あなたはお礼として宝石を受け取ったそうですね。宝石だと。おそらくその指にぶら下がっている赤いダイヤのリングのことだ。脅迫状に書かれていたのはその宝石のことだった。ブス島黒兵衛に脅迫されていたのはあなただったのです。いきゃ。静粛に。静粛に。どうやら大分が過ぎたみたいだな、弁護士さんよ。妙な迫力を感じるぞ。ブス島黒兵衛が欲しいだけアイガを脅迫していた。あんた本気で言ってるのか。ええ、そうです。なるほどくん、もっと胸張って。じゃあ答えてもらうぜ。脅迫状のことだ。こいつにはこんなことが書いてある。貴様の正体を公表されたくなければと書いてありますな。確かに武士島は欲しいだけ愛がの正体を公表しようとしていた。公表されては困る正体、そいつは一体なんだ。アイガは
その脅迫を恐れてブス島社長の口を塞いだ。そこまでして守りたかったアイガの正体とは？